ですけど、例えば YouTube をやるには5人組でやったりとかすると、たとえ収益が、まあ、年収で1億あったとしても、それを5分割しなきゃいけないということで2000万ぐらいになっちゃうっていうところもあるので、これ何人でやるかっていうのを結構、まあ、考えないと、まあ、個人の所得がどれぐらい増えるかどうかっていうところも、ことを考えないと、ダメみたいなことも聞きましたね。でこちらの私の YouTube なんですけども、まあ、私個人的にはですね、まあ、YouTuber になれると思ってませんし、YouTube 収益上げるというのは、今の若い方とかかなり面白い YouTuber を作ってるんで、まあ、ちょっと私は無理だと思うんですよね。で、私これなんでやってるかっていうと、まあ、私はですね、基本的にこっちのシリコンバレーで働いてると、結構いろんな学生さんが私に会いに、まあ、質問とか、まあ、してくださるんですけども、まあ、その質問内容が結構同じようなことで、毎回あるので、毎回同じ話を私はしているというところがあるんですよね。なので、まあ、それだったらこう YouTube に聞かれたことをもう回答ですよね。それを上げておけば、私も何度もこう答える必要ないので、こっちの YouTube とりあえず見て、この YouTube の中にない動画に関する、まあ、質問に関しては、まあ、直接くださいみたいな感じで、持っていけるので、まあ、そういった意図の方が、まあ、私は強いですかね。あ、ちなみに後ろにこれビーチバレーみたいなこともできるものがサッカーグラウンドの横にあるんですよ、アメリカって、こういうのもあるんですよね。はい、という感じです。で、あとはまあ、良ければ私のユーデミとか、まあ、そういったところの、コースをご受講してくださる、まあ、生徒様が増えればいいなというところもありますし、まあ、あとは、日本で働いている方でアメリカのシリコンバレーを挑戦したいという方がいれば、まあ、そういった方々に有益な情報を、まあ、送ることができれば、まあ、私の方も嬉しいかなというところでやってます。なので、私の YouTube 見ても多分皆さん分かると思うんですけど、もう全然動画編集とか適当ですし、ショボですし、まあ、例えば私が喋ってるところの下のところによく有名 YouTuber だったらコメントとかもしっかりこう文字入れたりとかしてますよね。まあ、そういうのやるとだいぶ時間かかっちゃうんですよ。で、それ外注すれば、まあ、もちろんできることはできるんですけども、まあ、そこまで本気で私やって YouTuber になろうということではなくてですね、まあ、私はまあさっき言ったユーデミの方に持っていくとか、まあ、もしくはその学生さんですよね、そういった方々に、まあ、いろんな多くの人に、見てもらえるようにというような意図が強いので、あんまりその収益化求めて編集も適当ということになってます。で、編集ソフトなんですけど、私何使ってるかというと、カムタジアっていうようなソフト使ってるんですよね。で、他にも時々ファイナルカットプロみたいなのも使うんですけども、まあ、基本的にカムタジアってソフト使ってます。で、カムタジアって私あのユーデミのコース作るときに使ってるソフトなんですけども、スクリーンキャストみたいなのができるんですよね。要は私がコードをこうタイプしながら、画面がこう操作しますよね。そのキャプチャーも簡単に撮れたりするんです。で、結構ファイナルカットプロって結構こう使ってると重くないですか。でもカムタジアって結構サクサク動くので、私はカムタジアを基本的に使っているというところがあります。で、サムネイルを作るところだけ、あのかっこいい文字というか、ちょっと太めの日本人が好きそうなテレビで使うような文字っていうのは、あれファイナルカットプロでしか出せなくてですね、カムタジアではできないので、まあ、そういうサムネイル作るときはファイナルカットプロを使って編集をしているというふうに私はしてます。はい、で、あとはですね、動画1本作るのにどれぐらい時間をかけているのかっていうような話をするとですね、私は大体毎回10分ぐらいの動画をこうポストしてるんですけども、それに費やす時間って、まあ、編集とか全部含めたら1時間から、まあ、2時間ぐらいかかる時もあるんですよね。で、例えばなんですけど、10分の話をすると言っても、まあ、その前にどんな話しようか考えなきゃいけないんですよね。で、それに15分ぐらいかかるのと、まあ、その後にこう、じゃあ話そうと思って話し始めても、まあ、10分ストレートに終わる時もあれば、まあ、例えば間違えちゃったりとか、まあ、あとはですね、まあ、話してる最中にこんな話も入れたらいいんじゃないかみたいなことで、まあ、考え直しちゃうケースがあるんですよ。そうするとこう、取り直しで2回、3回、4回とかってやると、まあ、その時間で30分、まあ、1時間かかっちゃうっていうようなケースありますね。
で話すときも私カンペとか書けばいいんですけども、まあ、それも作るのもめんどくさいのでこう何も見ずにこう話しちゃうんですよね。で、まあ、よくなんかテレビの機材なんかで使うように話す内容をこう文字でこう横に流してこう読み上げていくみたいなような機材なんかを買えばもしかしたらスムーズに話せるとは思うんですけども、まあ、そうしちゃうと何て言うんですか、アナウンサーというかただこう話すだけになってしまって、あんまりこう感情的なところも伝わりにくいのかなと思って今はやってないんですけども、まあ、そういうのを機材を使えば持ちだと話せるかもしれませんね。なのでちょっと私は話す時間に結構時間をかかって、まあ、撮り直しなんかも含めるとですね、まあ30分は最低かかりますかね、まあ、そんな感じです。まあ、そういった意味も含めてそれがまあ1時間ぐらいだとして、であとはその編集ですよね。で動画編集に関しては私も結構、まあ、適当にテンプレートとかを使ってますので30分ぐらいでサクサクっと終わらせて、であとはまあそれをコンパイルして YouTube の方にこう動画をアップロードすると。でその時間もかかります。であとは YouTube にこう動画をまあアップロードした後、例えば YouTube の最後のエンディングのところに次のおすすめ動画がバンバンで出るのかな。でああいうのも、設定したりしなきゃいけないので結構時間が取られるんですよね。でそういうのも含めるとだいたい1本の、まあ、動画につき、2時間ぐらいかかっちゃうのかなと思いますね。あ、今あそこに後ろにいる白いのカモメですね。ちょっと近づいてみましょう。近づきすぎると飛んじゃうかもしれないですけど、時間なので私今のところですね1本ぐらい YouTube の動画上げてますので、まあそうすると2時間かける100円200円とかで今の収益は私は5000円なので、5000円を200時間で割ると言ったら25円ですね。結構高かったけど見えないですね。はい、私は時給25円を YouTube にプラスつけてるとだったで、さらに私は、まあ、動画撮影の機材で、まあ、先月なんで、オープンってちょっとちっちゃいカメラみたいな、いや3万円。今私これ Google Pixel 3で、まあ、そのまま歩きながら撮ってるんですけども、まあ、そっちの機材は、ね、もう完全に大当たりというような形です。なので私はもうかなりの大赤字底辺 YouTuber ですね。まあ、頑張ってやっていこうかなと思います。まあ、そうですね、まあ、YouTube としての収益が上がればもちろんこうどんどん価値が出て、まあ、作るところで結構良気にやるとは思うんですけど、収益の上げるか、まあ、そうですね、私のところに来るかクリエイターのためとか、まずはシリコンバーで働きたい人のためというような気持ちで何とか頑張って作ってますので、皆さんもですね、普段 YouTube の登録と、あとはですね、もし他の方なんかで、広めていただくと、今日は、まあ、どうでもいい話でしたけども、そんな話もですね、振り落としていこうかなと思います。ということで、何か質問あればですね、まあ、YouTube のコメント欄とか、まあ、私の Twitter でも、どうしてもご質問いただければなと思います。ということで、周りの雰囲気なんかも伝わりましたがね、最後、ちょっとこれ、切り替えてみましょう。はい、切り替えたんですけど、私がぐるぐると散歩して回ってた、スターグラウンド。こういう感じです。横にはこう小川があるんですよね。で、こっちなんかで今うんって音を立てて続けてるのが、If I lose two trucks full of gunmen in one day, it's time to hang up the web。 ここの街も多分見たらわかると思うんですけど、かなり綺麗で手入れされてるんですよね。なので毎週金曜日とかに、まあ、専用のこういった庭師が、まあ、綺麗に掃除したりする人なんですけど、といったように結構アメリカはですね、こういった公園とか外観とか、あとはですね、結構空いてた住宅地の方なんかに行くと、まあ、お花とかそういった綺麗なものがたくさんあるんですよね。そういったように外観が美しいですよね。なので、皆さんも You'll kill someone if I can't stop. You're my friend to catch up. Stay safe, Jack. Don't do anything crazy. じゃなくてもいいとは思うんですよね。まあそれだったらちょっと税金下げてくれと思うんですけども、
まあ、こういったビーチバレーのものができてきたりとか、要はここに住む住民とかですね、こういったビーチバレーやりたいから作ってるのを作り出したりとか、あとはここも今人工芝ですけども、普通の芝だと嫌だというようなもんですね。やっぱりその市の方でもまたお金をかけたりとか、その辺の遊具とかきれいにたくさんありますよね。 This keeps up bystanders will get shot. I gotta get in close. なのでここで住むには稼ぐということをしないと結構人生が変わってしまうのはやむを得ないね。はい、はい、ということで、この YouTube 登録、よろしくお願いしますということで、シリコンバレーのジャニーズでした。それではまた、バイ。と思います。で、花さんもハジさんも早い段階でアメリカに来られたので、英語に関してはやはりペラペラなんですよね。で、そういう方って結構シリコンバレーにも結構いるんですね。例えば親御さんの仕事の関係上シリコンバレーとかアメリカに早い時にですね、来られたとか、あとはですね、ご結婚される方もいらっしゃいますし、あとは永住権の抽選プログラムに当たったとか。